田沢湖スキー場は、秋田県仙北市の水卓温泉郷にある、秋田県立のスキー場である。指定管理者制度により、第三セクターの田沢湖高原リフト株式会社が、管理、運営している。秋田駒ヶ岳の中原に、ゲレンデがあり、すべてのコースから眼下に、田沢湖を望むことができる。正式名称は、秋田県田沢湖スキー場。 田沢湖の東部、秋田駒ヶ岳の斜面にある、田沢湖高原に位置し、田沢湖畔からは、車で10分ほどの距離がある。沢湖からは、車で10分ほどの距離がある。田沢湖を望む景観は素晴らしいが、その一方で、田沢湖から吹き上げる風で強い向かい風となることもある。スキー国体での使用実績もあり、競技向けの上級コースから、スキー教室向けの初心者コースまで多彩なコースを、揃える。 ナイター設備あり、スノーボードか。スキー場直下に、水沢温泉郷、県道を 2km ほど上がったエリアに、田沢湖高原温泉郷がある。なお、入島温泉郷はそれより奥にある。また、東スキー場の水卓リフトに隣接して、秋田県立田沢湖スポーツセンターが整備されている。なお、スノーワールド田沢、田沢湖高原、アッスルスキー場。 旧華村入島スキー場は本施設とは全く別個の施設であり連絡コースなどは存在しない。また、この3施設はすでに廃止、または休止となっており、現在田沢湖エリアで営業しているスキー場は本、スキー場のみである。ありがとうございます。